これをイエローに重ねてグラデーションにしてみます。必殺技使おうか。下にさ、もう落ちてるのよ、すでに。はい、こんばんは、愛花です。今日はですね、4月28日発売のディオールの限定のサンククルールクチュール2色早めにゲットすることができましたので、こちらのスウォッチを紹介しながらメイク練習をしていきたいと思います。はい、ということでね、早速スウォッチから見ていきましょう。スウォッチは先にショートで上げていますので、スウォッチだけ見たいという方はよかったらショートチェックしてみてください。まず233番エデンロックです。めちゃめちゃ片押し細かくないですか。これをね、崩さないように装置取ろうとすると、もう四隅しか取るところがないので、片押し消したくないっていう方はね、ぜひ注意してください。こちらはゴールデンコーラル、わずかにピンクやゴールドに変更するアイボリー、パーリーブロンズ、コッパーブラウンにディープブルーという、すべてツヤツヤの5色になっています。で、特にね、この下2色中央、ここのツヤ感が分かりやすいかなと思います。上2色はね、少し白みがある分ツヤはあるんですが、パッと見ツヤが控えめに感じるかもしれません。でも、この右上の白っぽいカラーもほんのりピンク味が感じられる変更カラーで、全体で見るとクールな印象なんですが、この子が少し可愛さをプラスしてくれているような気がします。で、やっぱりね、ポイントとなるカラーはこちらの、このツヤンとした色味がね、バブリーに感じるかもなんですが、このブルーね、すごくディオールらしいなと思いました。で、ちなみにブルーといえば、この前ゲランのね、限定のオンブルジェ518番もレビューしたんですが、これの左上にも綺麗なブルーセットされてますよね。ちょっとこれ比較してみました。そうするとこんな感じ、こっちがディオール、こっちがゲランです。結構ね、違うんですよね。なので、別物のブルーとしてしっかり楽しめると思います。次にもう1色のサンク、533番のリバージュ。こちらはですね、ピンクゴールドに変更するホワイトサンド、それからイエローゴールド、ブリックオレンジ、アンバー、チェスナットブラウンの自然なグラデーションになっています。で、この左上のホワイトサンド、そしてさっきのエデンロックの右上のアイボリーですね。ここパッと見はこんな感じで若干色味違うのかなっていう風に見えるんですけれども、そっちで見るとこっちが533番、こっちが233番ですね。どうですかね、違いってわかりますか。533の方が若干ピンクっぽいのかな。でも角度によるものかもしれないし、明確ではないんですが、まあまあ近しい色味かなという気がします。で、こちらも全色ツヤツヤなんですが、装置だけで比較すると、発色が全体にこちらの方は白っぽい分、233番の方がツヤ感は分かりやすいかもしれません。じゃあちょっとこの後ね、これ使って練習メイクやっていこうと思うんですが、その前にリップですね。4月の14日にディオールアディクトリップスティックの限定色が10色、そしてケースが発売になったんですが、こちらの2種類を購入しました。こっちは新商品で、こっちは限定品です。お値段はね、異なるので注意してください。で、中のリップですね、今回の限定色からまず1色目が412番です。ベージュっぽいカラーなんですが、かなり白っぽいので、結構これはね、挑戦しました。で、もう1色が521番のカラー、まあ、これはね、私がめっちゃ好きそうなカラーというか、安心して使えるような色味ですね。で、どちらもツヤツヤのカラーです。サンクは海外で日本よりも早く発売されているのを見かけたのでお取り寄せしたんですが、マキシマイザーは国内で買おうと思っているので、また買った時にメイク動画上げる予定なんですが、重ねて使いたいなと思っています。じゃあリップ塗ってみますね。まず412番、お、白みはあるけど、思ったほど似合わなくもないかな。とはいえ、これだけだとやっぱり違和感あるので、マキシマイザーね、キラキラ系出ると思うので、ちょっとそれを重ねて調節して楽しみたいなと思います。で、次521番、なんかこっちは安定って感じですね。めちゃしっくりくる。はい、それからですね、もう一つ、これはね、海外限定品かもしれないんですが、ちょっと可愛いものを見つけたので一緒に購入しました。ブロンザーなんですが、表面がね、こういう夏っぽい素材のキルティングみたいな感じになっています。で、開けるとこちらもロゴの片押しが施されていて、展開されていた中では一番明るめのカラーの2番を購入しました。ちょっとこれもね、入れていこうと思います。結構黄み感がしっかりあるので、私が普段使ってるシェーディングとはね、だいぶ色味が違うんですですが、ブラシに含ませて、あ、でも香りがディオールの香りだ。チークあたりからこんな感じで、チーク兼シェーディングみたいな感じで入れます。でもシェーディングとしてこう影になるとこに入れると黄み感が浮いちゃいそうな気がするんですが、チークみたいな感じで入れて、ちょっと位置をいつもより下に下げてあげたら、そんなにチークチークしたカラーじゃないチークみたいな感じで使えるかなと思います。はい、お待たせしました。それではですね、ちょっとサンクを使ってみたいと思います。愛花チャンネル、
で233番はなんとなく使い方イメージできるんですよ、まあ、この辺りでなんとなく仕上げて締め色にネイビー入れるみたいな使い方が使いやすいのかなという気がするんですが、こっちの533番ですね、まだ実際には使っていないんですけど、なんとなくこっちの方がちょっと白みも強いし、まあ、同系色とはいえ難しいのかなという気がしているので、ちょっとこっちから使ってみたいと思います。で3個はですね5色セットされているんですが、全部使う必要はないです。まあ、私はレビュー動画の中でできるだけたくさんの色を見せたいのでいっぱい使うことあるんですが、この3色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 が一応基本の取り方になっているので、まあ、2、3色で仕上げて全然大丈夫かなと思います。でこちらのパレットポイントに使うのはやはり右上のこのイエローか左下のオレンジかなと思います。じゃあちょっとここでグラデーションとかにしてみましょうか。まず右上のイエローですね、パーリーなイエロー、まあやっぱ結構白みが強いですね。こんな感じです。チップで取るとね白っぽい分ちょっと粉っぽく見えたかもなんですが、ブラシで磨くような感じで入れてあげるとこんな感じでツヤ感が出ました。ちょっとここに左上の明るいカラーですね、ちょっと眉下からハイライトとして入れてみます。変更カラーなのでここにキュッと入れてあげると角度を変えた時にピンク味が出るかなと思います。で次にこちらのブラウン、これをイエローに重ねてグラデーションにしてみます。これも締め色っていうほど暗くはないですね、やっぱり全体に明るいトーンのパレットですね。こんな感じ。中央のカラー下まぶたに入れてみましょうか。結局いろんな色を使ってるけどどうだろう、上のブラウンと比べてそんなに大きく差は感じないかな。パレットで見ると中央の方がちょっと黄み感を感じる感じで、右下の方がもう少し温かみがあるように見えるんですが、まあ目元ね範囲狭いので上下で使ってもそこまで差は感じないかなと思います。ここまで来たらオレンジの色味見たいよね。これをポイントで、このオレンジがね似合う気がしない、色が近しすぎてあんまりわかんない。目頭にも入れてみよう。こう入れたらどうだ、そんなに、そんなにだね。ブルーほどめちゃめちゃ発色するって感じではないですね。やっぱりどっちかをポイントにした方が色が引き立つかなと思います。イエローからオレンジに即席でグラデーション描いてみたんですが、そこまで黄色オレンジっていう感じじゃなくって、ほんとほんのりグラデっていう感じなので、あんまりこうピンポイントでこうピッてポイントカラーとして入れても目立たないかもしれないですね。それよりはさっき入れたイエローみたいにこう広く入れて下からと上からのグラデーションで、まあ、その間にちょっと見えてるみたいな方が使いやすいかなという気がしました。本番ではねそれも踏まえてメイクしていこうと思います。で一応マスカラブラック塗ってるんですが、ブラウンでも良さそう。ただ全体の色が淡いからちょっと引き締まる色が欲しいっていう人はブラックだったりとか、まあ、あえてこれにブルーのマスカラとかでもいいかなと思います。こんな感じ、533番初見メイクでした。それでは反対側に233番使ってみたいと思います。これは使えるでしょうみたいなこと言っちゃったから失敗できないんですけど、やっぱりねブルーをポイントにするとして、全体にブラウンまで入れてこうシックな感じに仕上げた上にブルーを足すか、もう少しこの辺り使って明るめに仕上げてブルー入れるかですよね。でも本番のメイクだとこっちが淡い感じな分、こっちはもうちょっとこうシックな感じに仕上げたいってなりそうなので、今日は上の辺りメインで使っていこうと思います。まず左上のカラー、2つ一気にレビューするときってできるだけこう差が出るような違ったルックにしたいなっていうのは一応考えてるので、本番で採用しない感じでやってみますね。まずこれを広く入れて、でさっきはこのハイライト眉下に入れてそれもすごい良かったんですけど、ちょっとあえて今回は違う使い方しましょう。次中央のカラー、これを目頭側から入れて、これもそんなに暗いカラーじゃないのであんまりねグラデにしてるっていう感じは分かんないですよね。一応使ってるって感じ。次にこのハイライトカラー、これをまぶたの中央から重ねていきます。結構難しいね上使うと。最初簡単とか言ってたけど、やっぱ私淡いカラーがね似合わないのよ。なんか違いが分からないというか、結構目元ほらガツンって持った方が盛れる顔してるので、今の韓国の流行りのパレットみたいなこういう近しいカラーだけで構成されたパレットみたいなのでグラデーションすると、重ねても重ねてもグラデ感分かんないし目力も強まらないっていう風になりがちなんですが、今まさにそんな感じになりつつあります。
困ったな。この下の2色ですね、これ使うときはブルーも細いラインっていうよりはちょっとぼかしながら、あんまり広くこう広げてこのカラーぼかすと多分私青タンっぽく見えるので、イメージとしてはこういう感じ、なんかこういうね、なんかわかります、かっこいいグラデみたいな感じで使えたらいいかなと思っているので、今日はあえてラインでいきましょう。このディオールバックステージのアイライナーブラシですね。私が持ってるアイライナーブラシの中で一番これがこう線って感じで入るので、これに取っていこうと思うんですが、まあ、さっきねゲランのブルーと比較してお見せした通り、意外とこうチップとかでグリグリってのせてもちょっと透けるというか鮮やかに発色する感じじゃないんですよね。バブリーなツヤ感はあるんだけど、ちょっとくすんでる感じがあるというか、なのでラインでもどこまで主張できるかわかんないんですが、やってみましょう。わーでも綺麗だね、綺麗だわ。ディオールのブルーって感じですね。わー綺麗だから、こうラインで入れるんだったらこれしくじれないですね。きっちり乗せた方がいいかなと思うんですが、ちょっと下にさもう落ちてるのよすでに。ちょっと早速クレンジング綿棒、下まぶたがめっちゃ汚れた、飛んだのかな。あ飛んだわけじゃないね、これ瞬きした時に思いっきり転写されてますね。ちょっと一旦拭って下まぶたやり直します。この RMK のねクレンジング綿棒、この前紹介したばかりなんですが、片方にクレンジングがついてて、片方がこう乾いた状態の綿棒なので、こんな感じで拭った後をね乾いた方で拭き取れます。私下まぶたにそもそも色をのせてなかった。そう、下まぶたにこのね左上のカラーをグリーッと入れといて、このブルーね必殺技使おうか。ちょっとこれね、あの量を間違うと大変なことになるので扱い難しいんですが、メイクアップフォーエバーのアクアシールですね、かっこアイメイクをウォータープルーフにするリキッドでして、もうめちゃめちゃわかりやすく書いてくれてるんですけど、私はこのキャップの裏に一滴とか入れるようにしてるんですが、ここにブラシを突っ込みます。これでそのまま肌にのせちゃうとすごいこうクレンジングオイルで溶けてるみたいな感じになって悲惨なことになるので、手でこの液体をねなじませます。これやるとパレット汚れちゃうので本当注意なんですが、スッてここにアイシャドウを取ります。これも一旦肌にのせて大丈夫ってこうチェックしてからのせます。このブラシはまあ引っ張ってもいけるかもしれないんですけど、こういう細かいとかスタンプ状にトントンとのせます。こんな感じかな。これでもねちょっと落ちちゃったりするので、さらに一手間ですね。このメイクアップフォーエバーのウルトラ HD ルースパウダー、これをアイシャドウブラシに取って上から押さえます。で一瞬ツヤ消えるんですが、ツヤ戻ってくるので大丈夫です。汚しやすいこの下まぶたですね、ここにものせておきます。そうするとこういうアイシャドウで引いたラインも綺麗に持ってくれるかなと思います。そしたらこちらブルーのマスカラ塗っていきます。これはマスカラディオール賞の288番ブルーですね。アイコニックオーバーカールのブルーの方がもうちょっと鮮やかなブルーですね。マスカラどうだろう、両方のパレットにこのブルーでもいいのかな。でもこっちもブルー以外にあんまり明るすぎないダークブラウンみたいなマスカラ合わせてもいい気がしますね。こんな感じでツヤツヤなんですけど、ちょっと眉に足してみます。あこれはちょっと明るいのとツヤがあるので、この毛のないとこが角度を動かした時にこう抜けてるみたいに見えるかもしれない。次ここ行きましょうか。これもツヤ感は一緒だけど、全体仕上げるっていうよりはアイブロウマスカラを使った上に軽くまぶす感じだったら夏だし、なんかツヤっとしてるのはありかなと思うんですが、私みたいに毛がない人はこういう感じでちょっと透けるので注意してください。はい、ということで今回は4月28日発売のサンククルールクチュール2色スウォッチとメイク練習をお届けしました。一応アイテムとしては他にねルミナイザーが2色、そしてマキシマイザーが3色ですね。ディオールアディクトリップティント、ルージュディオールバームがそれぞれ1色ずつ、それからディオールベルニですね、マニキュア、これが4色発売されます。リップはね今回のアディクトリップスティックの限定色買ったからどうしようかなと思ってるんですが、マキシマイザーとルミナイザーは買おうと思っていますので、また本番のメイク動画の時はねそちらも楽しみにしておいてもらえたらなと思います。皆さんはどちらのサンクがお好きでしたか？こっちが好きとか、こういう使い方しても可愛いと思うっていうねアイディアなんかがあればコメント欄に残していってください。今回の動画少しでも参考になったよという方は高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。